今日はちょうどチームイレブンから1周年という日になりました。昨日の復興庁の1周年、そして今日のチームイレブンの1周年、改めてこの警戒区域内の視察をして、福島県の皆さんが失ったものの大きさと、そして私たちがこれからやらなければいけないことの責任の重さをみんなで共有する、そんな一日にしたいと思いますので、最後までどうかよろしくお願いします。被災されている皆さん方に対してしっかりと、賠償の問題、除染の問題、さらには生活面、他での支援の面につきましてもしっかり取り組むという、そういう思いで、今年の1月1日に福島復興本社というものを立ち上げさせていただきました。被災されている方々の思いに立ってしっかりとこれからも取り組んでまいりそうでございますので、いろんな意味でまた自民党の皆様方のご指導、ご支援をいただければと思います。一日も早い除染、廃炉、そして帰還、これを成し遂げるために全力を傾けて、被災者の皆さんに寄り添った対応をしていただきたいと思います。福島県民の皆さんが原発事故によって失ったものの大きさを、かつて原子力政策を進めた自民党の一員として、そのお詫びとまた反省を胸に秘めて、これからも復興に向けて決意がある、これから全力を尽くして頑張っていきたいと思いますので、関係は関係出した、自分の靴は覚えててくださいね。はい、この代表お願いします。はい、じゃあ行きます。はいはい、ちょっと先導してください。はい、じゃあ行きます。すいません、じゃあお願いします。私、日本の復興はこの双葉郡からだと常々言っておりますので、今日は皆さんにあえてここで食事をしていただく意味を考えていただきたいと思ってますので、小泉先生、私のこのおばばの希望を託しますので、子どもたちの希望を守ってください。30年後じゃあ、還暦迎えたら花見に来ますよ。あ、もう還暦なんだけど僕30年後還暦だから。あ、分かった、その時私がボケてない限り一緒にじゃあ、ね、そこで酒を飲もう。じゃあ90歳と60歳と飲みましょうね。はい、分かった。ここであのメッセージ書いたものを残しますので、後で書いていただきたいと思いますので、じゃあ食事行きましょうか。はい、じゃあ、はい、ここから10本分かれてますのでよろしくお願いします。桜が斜めになってまっすぐやな、立派だ。はい、あーすごい。じゃあ俺が、はい、次が次左に移動します。はい、はい、取ります。はい、チーズ。表に出ますと20から30マイクロンの地点ですね。年間100ミリ超えです、間違いなく。ここはですね、サイト近辺に来ましたけども、13.93、 非常にホットスポットなんですね、先のところは。原発発電所に行くとですね、今日は入りませんが、サイト内は非常に低いです。作業者のですね、作業環境改善のためにいち早く今構内の除染を進めておりますから、比較的発電所の構内は線量が下がってきております。これあれですか、全部作られた作品。ズボンに付きますよ、こんな感じですか。危ない、こんな大きなものね。田中さんも一緒に入ってください。足元盗難は今のところ1回ぐらいありましたが、うん、何取られました。中でね、食事してたケーキ、あれがあったんだ、缶詰じゃないかって食べに。缶詰開けてる警察官。ネズミは。ネズミもいます。そうやって開けるんだ。こんな感じで。あら、これあれですか。本当3月11日のままですか。そうです。3月11日のままです。これ。もうグラグラ中に。あと誰かいただこう。
本当にご無沙汰します。どうも。去年の6月以来、お元気ですか？3回目だよ。3回目。もう本当にね、元気だ。まさかこんな天気になっちゃって。いやいや、本当にちょっと牛見せてもらっていいですか？はい、牛の方なんだよね。うん、はい、あの今、この浪江町には約300頭の牛が、います、元気だ、ね、でも、あのそのためには、あのよそ様を荒らした駒からこういう牧作を作って、そしてそれぞれ、あの過ごす時の管理して、でも、そうすると見る通り牛はよ、きれいにあの草を食べてくれるんですよ。まとまってね。うん、だからこれ今は草が生えてない、でもお盆の頃だったらはっきり分かるんですよ、牛の果たす役割。順番で受付の方お願いします。向こうでもできるね。二人一遍にできる。私たちの新たなスタートは、仮にあの原発事故は私たちが政権与党の時ではなかったとしても、原発の推進をしてきた私たちの責任、反省、これは免れることはありません。それをしっかりと胸に刻んで、だからこそ今日全国から集まったこの青年世代が皆さんの真に喜べる復興の日まで必ず責任を持って見届けます。そして今日は左側に2月の11日第1回のチームイレブンの活動で私にリンゴの木の除染を教えてくださったリンゴ農家の阿部さんもお越しいただきました。ありがとうございます。あの日ちょうど1年前の大変寒いあの日に除染していただいた切り取ったリンゴです。そう、リンゴですよ。で、僕らでしたらもっとですね、あの2トンとか3トンとかね、そのぐらい持ってきたかったんですけれども、あのお帰りになるとき大変かなと思って小さい箱にさせていただきました。いや、そんなことねえぞ。ありがとうございます。それでは今日のチームイレブンの1周年にあたって、今までの第1回から第10回のこのチームイレブンの報告書を私から大臣の方にお渡しをして、今各テーブル回っている間に厳しいお声を含めてさまざまな現場の声を伺いました。全てひっくるめて大臣を自民党側から支えていけるように大臣の方に思いを手渡して、復興の加速を大臣にお願いをしたいと思います。それでは大臣、報告書をお渡しさせていただきます。よろしくお願いします。日本国の安坂と一日も早い